はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ご苦労様でした、本当に。本当にご苦労様。ご苦労様、お疲れ様。もう、今回はでも、あれだね。穴の中も見てみたけど、まあ、結構有効で、本当にすんなり入らさせてもらったし、全然話も面白い人たちでしたし。どんなことを話しました？いや、この前みたい、この前、何年か前に、やっぱ、火つけてるみたい、誰かが。ああ。で、すごい騒いで、してたみたい。そういうのとは違います。僕らはただただ中を見たいだけ。今声聞こえた。鹿？人間？ああって言った今。うん？はい、撤退します。全然穏やかじゃない。今、あーって聞こえんかった？あー、俺の声？違う。今絶対あーっていう声が聞こえたって。あー、撤退撤退。はい、撤退。なんか、あー。あーは鹿ちゃんでもねえな。多分テープに入ってんじゃね？あー、肩の力入れすぎた。ほんとやだな、こういうの。心霊スポットは都会にしようって。都会もまた邪魔かしいし、邪魔ばっかがおるしな、邪魔もしい。かといってこういうとこだと今度はね、いろんな動物の気配がもうバンバンするっていうのが嫌だね。動物の気配って霊感にヒットするんですよ。霊感、いや、あのね、何も考えてない気配。人間とか違う。何か、要は、生き物がいるぐらいは分かるんだじゃん。そう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 。何百メートルにほら鹿やん。わーい。わーい。鹿。おお、狭いとこ抜けてった。サービスよかったな今の人。人。怖いな、俺見ろ。どうでしたっていうなんか話。まあ、現地でできなかった話してもらえるとあれなんだけど、それかどっか泊まってから喋る、今日はね、ちょっとね、結構有効でした。本当に、力士徹さんたちみたいな顔した人たちが結構優しいんだよね。なんか、悪さするような人はいない。そう、悪さどころかもう、写真を撮らさせて、動画撮らさせて入ってもよろしいですかって言ったら、ニコッと笑ったからさ、それはどうなんだって思うけど、いやすごいなと思って右でびっくりしちゃった俺。ほんで中に入って全然嫌な気持ちもないし、全然本当になんか戦争で追われて、その恐怖心の中にそういう優しさがあるのは素晴らしいね、そう思ったけどな僕は。だからすんなり 入れたもん。怖くもなければ何もなかったもん。もっとなんかふざけんなよてめえ出てけって襲われるようなものをもう想定しながら構えとったけど、構えてで入り口の前でやってたらなんか全然一番そういうことならどうぞ、長老みたいな人かな、がニコッと笑ったからさ、あ、いいんだと思って入ったんやって。だけどひどいことに、細い針がね、アルミホイル的なやつで、それが落ちてた。ひどい、あれはひどいよ。あそこで焚き木をするっていうことは。アルミニウムか。わかんねえけどさ、あれ多分あれで見たことあるもん、テレビで。なんかめっちゃ眩しく光るあれや。ピカーって光るやつ、火がすぐつくやつみたいな。乾電池で火がつくような。はいはいはい。あれが置いてあって、捨ててあった。やっぱなんか、日本人って最近ダメだよね。そういうマナーっていうのが。で、隣にあったトンネルも、隣におった人が教えてくれただけで、初めて知っただけで。塞がれてる方の。そう、こっちにもあるっていう言い方してくれたで。でも、日本語じゃねえんだよな。
日本語じゃないっていうか1000年前の言語日本語。ああそうなのか。あれすげえなまってんな。だってそれを脳で変換するや日本語に指さしてくれたでさ、なんか喋りながら、あここにもあるっていうことを教えてくれたよなっていう感覚。見たら、あ、本当だ、ここにもあるって思ったりね。ああ、本当になんか、今までに行った心霊スポットにあるような心霊スポットじゃない歴史スポット、うん、歴史スポット、うん、あそこ心霊じゃない、うん、まあそうですね、被害加えてくるようなやつもいるわけじゃないし。そう、あれはね、違う心霊スポットって言っちゃあかん、あそこは歴史スポット。いいとこだった。なんか久々になんか気持ちよかったな、俺。うん。さっきも帰ろうとした時にさ、はい。うん、近くに来て、うん。平にさ、女の人っておるの？まあ結婚してる方々っていうか奥さんとかそういうあれ？まあ、たくさんいると思いますよ、そりゃ。そうか。一番思いつくのはその孫六のお母さんの方だと思うけど。気をつけてなんとかかんとかって言ってたね。気をつけ。気をつけくださいませみたいな、そういうようなことでしょ。そうそう、お帰りなさいま、帰りなさいませ、まされ、あれ？お帰りくださいませじゃないかな。ませじゃねえな。そんなような言い方してな。ほう。うん、なんか何喋ってるか分かんない。で、ああ、ありがとう、バイバーイって言って、そしたら、それ一人で。アホみたいな。アホみたいな。その辺はな、いざ聞いてみないと分かんないな、なんか。ああなるほど、こういう喋り方ねっていうのは多分聞けばわかると思うんだけど。なんか日本語ではねえ、日本語じゃねえような喋り、日本語。浅井さんとかでも言われたけど、俺らの言葉がおかしいんだ、外国に侵略されてるから。割とそうまださ、浅井家の喋り方は日本語に近いんやて。だけどもう平家の言葉はもうなんか違う。ああいう歌舞伎とか能とか地形の言い回しでもない。うん、違う、わかんない、なんて喋ってるかがわかんない。ああ、うん、頭の中で大体のことは変換できるんだけどさ、はい、変換ができないのよ、わかんないから。そのままのおやつを声にしてって言ったら言える、とりあえず。なんて言うんだろうな。にゃ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 にが時代だからな。まっすぐでいいね。はい、まだまっすぐで。なんちゅうの、お帰りの際はっていう言い方がなんか違うんやって。違和感、俺は分からん、あれは。何ホラーなんですんの。
かわからん。もう秋田弁か、もうわからん、あれの喋り方は俺には。三重の方言のさらに昔バージョンって思ったらまだワンチャンあるんだろうけど、どうやって引っ張り出すんだ。そんな関西弁とかそういう問題じゃねえな。もっとモニョモニョしてる喋り方か。口にこもったような喋り方ラリルレロではねえよな。あくな、大体はさ、そんな風に俺らは頭の中で変換するから、日本語に。うん。サイニョっていうのは多分サイドのことだと思うので。はい。大昔は方言がきつくて地方から出てきた人は働いていたところで言葉を学んでいたようでしたから、うん、まあ無理だって多分解読がだろうな。ああ、上京してきてようやっと言語を覚えるのか。だからその日本語がもうめちゃくちゃ、うん、多分分からんね。何喋ってるか。タイだけはだから要はさっきも来てた女の人は再度怒られましてっていうのを怒られましてのことだろうな。平安時代の発音、分かりやすいところではハヒフヘホがハフィフェフ、うん、あ、そんな感じ。あの立ちつてとの地が、うん、手にちっちゃい T みたいな T、そうそう T だから言ってるのに図が2、うんうん、タティトゥテと図がドゥ、音と鳴らせれて、だから言えねえんだ俺。ああ、このサイって音出されてハフィフェフォってなるから、うん、あのいればいるおじいちゃんみたいな喋り方になるわけだ。だから何喋っとるかが分からんのよ。サイドっていうの、サイデ、サイドサイドっていうのは分かったし、サイドだからこれもう一度来られたっていう意味だろうな。あ、道中を変えられるのを気をつけくださいっていうのは伝わるんだけど、その言ってる意味がわからん俺には。こんな感じの喋り方、あの平のおばさん今は多分あの音声ちょっとカットされてると思うんだけど、うん、あの他の YouTube の動画流しちゃったから。でもこれがその源氏の当時のその読み方、あの平安時代の読み方で「源氏物語」を読むっていう動画のやつだったから、文字通りなんていうの、そんなような喋り方。平安時代の人と会話したよあなた。じゃあ何喋ってるか俺には理解ができないぐらいの。ああ、うん、まあ鉛なんだろうな、これは。そのそれもちょっとひどい鉛が、こんなにはっきりは聞こえん。ああ、うん、これをさらになんか音声ガビガビにしたような。そうなんかまたなんか変ななんかあのロックンローラーみたいな、チャ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 って歌っとるような。わかる？わからん俺にはあれ、理解ができん。まあ多分あの普通に喋られたのでは通訳いるだろうな。だけど僕らの今日の来た感じが、はい、とても素敵だとは言われた。どういうことだったらいい？騒ぐこともなく慌てることもなく、うん、なんかとてもいい感覚だったらしい。よっぽどなんていうの、前に来た人たち慌れて帰ったんだな多分な。マゴロクさんも今日はあのずっと見てたからな。そうか、ついに平安時代の方と喋ったか。なあ、俺も初めてだ。でも平安でも言語通じないか。そうなるともう無理、卑弥呼さんも無理だな。多分卑弥呼さんは喋らんやろ。もう無理でしょう、ね、江戸でもういっぱいいっぱい俺。左方向です。悪いけど右方向です、うん、もう平安は無理よ多分俺。言葉が言語が通じ俺わかんねえ。江戸でも難しいもん、喋っとることが。そうだね、浅井さんのところでも通訳欲しいなって思ったもんだ。俺も欲
しいもん。いや今日は本当になんかとうとう俺は平安まで行ったか。平安時代、まあ平安の終わり頃ですが。いやあの喋り方から平安の次は何？何？平安？安土桃山？飛んだわ、めっちゃ飛んだわ。平安鎌倉室町安土桃山だ。鎌倉って鎌倉時代？はい。いい国作ろう鎌倉？幕府はい。あああの当時か。そっから全然じゃあ日本語がすぐ変わったんだ。っていうか要はあの平安時代って平清盛がいた時代って、うん、京の都京都しかまともな町になってなかったわけですよ。でもう京都の外に出ればすぐに野党は出るし、そういう町の治安どこもかしこもひどいしっていう。あ、そうなんだ。でこれではあの 京ばっかり守っとってはこれではダメだなって言って、あの戦国時代っていろんな武将があちこちを管理してるわけじゃないですか、うん、あのシステムをやっていいよって言ったのが平の清盛なんですよ。あーすごいじゃん。君たちあのちょっと武力あるからもうあのここら一帯を自分の土地にしていいからまとめ上げなさいっていうのを全国でやったのが平の清盛。そうなんだ、すごい人じゃん。はい、すごい人です。でだから平の清盛があの戦国時代のいわゆるベースの、その織田陣営とかどこどこ陣営っていう陣営を作るような基盤を作った人。あー無駄なことしてまったんだ余計に。でもその分なんていうの、全国の治安が良くなったし、その全国でも戦が始まってまったんだよな。まあ陣地取りが。そうですな。へえ、平の清盛ってすげえんだ。はい。あのなのになんであんなに遺族があんな風になるの。みんな見えねえからかわかんねえかもしれないけど、かわいそうだ。いや歴史を見るとなかなかこいつらすげえことやってんなっていう。要はその京都以外の区、要は愛知とかもう岐阜とか行ってもどこも治安ひどいな、これではダメだなっていう危機感を持ったのが正直あの時代平の清盛だけなのですよ。で平の清盛が総理大臣クラスにまでなって、うん、それ聞いたな前に。まあそういう上の方に行けばっていうか、すり寄ってくる、お金にすり寄ってくる方々がいっぱいいるわけで、それはもうあなたが詳しいでしょ。お金にすり寄ってくる人たちが寄ってくるのは寄ってくる、あのハエみたいなやつだけどすぐ裏切るんやて、ああいうやつらって。というよりまあ、かっちゃんの場合はすごい言い方悪い言い方してごめんね、今から、うん、あのかっちゃんがそのお店なくなるなりしてお金なくなって離れてったパターンじゃないですか、うん、じゃなくってお金はあります、お店もあります、レシピとかもありますの状態でかっちゃんが死んだ、うん、でじゃあこのいいお店を自分たちのもので残していこうって言って、でもかっちゃんほどのスキルがないから維持ができないって言って周りに潰されてったパターン、自分たちで財産使い潰してくせえな。そう、そういうなんか平の清盛の残り遺産をなんていうのやばいものがいっぱいあるから。でも、孫6の時にはもうゼロだぞ、ゼロどころかマイナスです。うん。で、とてつもなくお前、悲惨な子だぞ、人だぞ。で、平の清盛は、その、愛知は愛知で、福井県は福井県で、岐阜県は岐阜県で、権力持っていいよ、ある程度武力をこさえていいよって言うわけじゃないですか。あの当時、名前なかったみたい。ああ、まあ名前違う。うん、まあでも、そうやって地方をね、うん、君たちこの辺まとめ上げていいよ、武力持っていいよって。武力をただ持たせたら当然反逆されるんですよ。まあ当然だよな。ましてや平の清盛は当時天皇を幽閉したりとかヤバすぎたからとか、源氏っていう第二勢力がいたりだとかで敵が多い、だからそいつらを謀反させちゃいけないっていうのは清盛は分かってるわけです、うん、でじゃあ清盛はその親戚の方々にお前ちょっと愛知まで行ってそのお目付け役として愛知で見張っとけって言うんだけれど、京都以外全部田舎なのに行きたくないよそんなところって言って、監視を怠ったわけですよ、うん、その結果源氏がじゃあ俺らがもらうわって言って、そのどんどん勢力を愛知も岐阜をみんな仲間にしてったわけですよ、うん、気づいたら平家は囲まれてるわけですよ。それが源氏物語なの。はい、具体的に言うとそうやって兵力を周りから、もともと清盛が用意した兵力を、うん、
清盛の部下が管理しないから、じゃあ自分たちを味方にしようって寝返らせて、平家が噛まれてる。飼い犬に噛まれちゃったわけだ。はい。なんてことをしてるんだ、この無能な部下たち。クソな家族だな、一族だな。可憐な一族っていうよりクソな一族やな。まあそれで美味しい汁捨てた人たちはもう多分そのさっき言った瀬戸内海とか地形で死んでるんですよ。あ、そうなんだ。残りの要は平家という組織の幹部クラス全員殺されました、あとはもう残党しか残ってませんっていう方々が逃げたのが多分あそこ。ああ。俺たちもうなんか別に争う気もないけど、多分源氏に見つかったらワンチャンひどい目に遭わされるからかくまってほしいぐらいの、だから多分話も通じる、そんななんか害ないって分かる。あんなに有効加減、有効な、いろいろ。最初びっくりしたのは、ね、お前たち、あなた、おたくらっていうか、なっちゅうの、まあ、なんたらっていうか、そうやるでしょ、うん、そうそう、お前、あなた、優しい言い方なのよ、うん、それが何が言ってるかわからないけど、今で言うとあなた方はみたいな。そう、あなた方は何年前のお人なのっていう聞き方をしてきたもんで、何年前何年後が、ああ何年後、何年後、何てかいつの時代の人ってか、そういうあれを、だから2023年かと思って、2023年っていうのを頭で伝えたら、みんなでなんか喋っとねんて。あの時代だな。すげえ、なんかすげえ。でみんなもさ、目力士みたいな目がガッてまた大きくなって。どえらい進んどるかなって。そうそう。みんなで何年か数えとったんじゃねえの？まあでしょうね。うん、多分な。いや、今日は面白かった。もう全然もうこういうのだったらいくらでもやるな俺。まあ幽霊がなんていうの、有効的っていうのはだいぶ助かるな。幽霊じゃないよ、あれは。あの人たちは幽霊じゃない。幽霊じゃない、うん、歴史の1ページ平の孫六が、うん、あれが多分あなたが言ってた子供だっていうならば、その子だと思うんだ。はい。で、だいぶ若いはず、その、まだまだ見て子供だなって思うぐらいで。で、そこにもうちょっと若いおばさんがおって、ああ、その人が、あの、今でいう米なのか、食い物なのか知らんけど、はいはい。うん、田植えっていうの。ほう。だから平家ってすげえな、頭いいやつはおるって。ああ、それはいると思う。開拓させるっていう、うんうんうん、うん、まあもともとその平家が名家にのし上がって、いろんな貴族からそういううちの娘どうですかってそういうお見合い話もあってたろうし、いいところのお嫁さんもらってるのもそうだと思うし。だけどそこを開拓して、あそこの村も開拓されてるぞ。多分な、あそこのトントン覗いた後に風景はあの時代すげえ山やったけど。